谷翔平さん移籍の条件は山本由伸だった。メジャーリーガーの契約事情に詳しいスポーツジャーナリストによると、実は大谷に支払った7億ドルの契約金はもともと大谷と山本2人分の獲得資金だった。しかし獲得競争がヒートアップしたことで全て大谷に使わざるを得なくなった。大谷の獲得で正直山本の獲得は絶望的になったのだが、大谷が山本獲得のために 97% の後払いを提案したことで資金に余裕ができたのだ。ドジャースと契約した時の条件の一つとして山本とのセットでの獲得があったとの話もある。全ては大谷が描く青写真通りに進んできたのだ。大谷の中ではそこまで評価高いんやな。通訳以外の話し相手欲しいんだろうな。英語覚えてチームメイトと話せよ。いくら金稼いでも英語話せないとか悲しいな。勝ちたいんや。大谷見てると勝つというのはどういうことなのか勉強になるわ。ならドジャースで決まりだね。山本は良いが菊池は嫌か。これで由伸がヤンキース行ったらどうする？山本はヤンキース行きたいと思ってるけど、大谷の猛プッシュが鬱陶しいんじゃ。編成にまで口出しする大谷。そのうち打順や守備位置や投手のことにまで口出ししそう。条件ではない。山本が来なかったら条件破談で大谷も来ないと言い出すのか。バカ記事を相手にするな。断る理由ならあなたみたいな強打者と勝負したいってところ。